ップさん行こうかな。ハップさん、アーさん、ジーさん、ノンさん、おはからです。おはからさん、コセンちゃんは覚えてると思いますけど、かつてフォーカスフライデーに代表される写真週刊誌が爆発的に売れた時代がありましたよね。あった。主に有名人のスキャンダルがメインで、うん、多くのパパラッチがいたんです。パラッチっていうのはその頃知ったんかな、うん、私はフリーのパパラッチではなくスポーツ新聞社の社員でしたが、うん、何があってもビビらないので危険な撮影はほとんど私に回ってきました。あ、そうなんだ。主に張り込み撮影でしたが、うん、カメラのレンズが出る穴を開けた段ボールやポリパケツの中にね、うん、隠れてその瞬間を待ち続けていました。一番長かったのは4日間、カメラを構えてポリバケツの中にいたことがあります。ポリバケツに4日間も滞在したん。結果的に私が撮影した写真がきっかけでそのカップルは結婚しましたが、うん、今そんな仕事ができても丁重にお断りをするつもりです。特ダネが取れたんだね。すっごいね、忍耐強いというかね。まあ仕事という面で、仕事といってもね、どこの、そうだね、なんだっていつチャンスが来るか分かんないのさ。なんかトゥーパンプさんの軸がその、なんて言うんだろう、うん、その仕事、うん、だからまあその上に言われてからやったっていうのか、うん、本当にこの仕事がかけてて、なんて言ったらいいんだろう、好きで、自分がだからそのスクープどうしても欲しかった、そこじゃなくて、なんかその、なんて言ったらいいんだろう、うん、仕事に対する姿勢がどっちなんだ、どっちなんだ、金のためそうじゃない、なんでこれいや分からないけどさ、うん、なんかその本当にこの仕事をね、うん、カメラ撮るっていう仕事を ねえ、スクープ写真だからね、うん、かけてたのか、やっぱそういうチャンスを得るのにはそれなりの苦労しなきゃ、うん、うん、でもどっちにしろ4日間待てるってすごいよね、うん、ポストの中に入ったことはないでしょ。ポスト、うん、あるんですか、小関ちゃん、ドラマでさ、豆っていうおじさんがさ、名前の豆っていう、ミスター豆っていう名前のおじさんが、うん、ポストの中に入っちゃうシーンがあったけど、うん、あの赤のポストね、赤いポストそれってパップスやったらちょっと犯罪ぐらいのレベルになるからダメで、やったことないですね、はいはい、というわけでトゥーパップさん4日間なので今最大の待った人ですね。またね、リスナーその中でね、忍耐強い、うん